これから遮断会についてお話しします。この遮断花ですが、特徴としまして、椿によく似た、木になります。花ですが、11月から3月にかけて、白い花や、赤い花を咲かせます。大きさですが、高さが、大体、1メートルが大きいもので、6メートルぐらいになる場合もあります。病害虫ですが、通常6月から7月にかけて、茶毒蛾が、つきやすいので、その際は、消毒が必要となります。このサザンカは、急激には枝が伸びないので、通常伸びた部分を、30、40センチぐらいカットするぐらいの、剪定で、問題ありません。ポイントですが、病害虫の茶毒蛾がついている状態で、例えば6月ぐらい発生するんですが、その際に剪定するときは、その茶毒蛾に刺されないように、まずはその葉っぱの裏とかに、茶毒蛾がついている場合がありますので、それを確認して、消毒をしてから、剪定することがポイントとなります。料金としまして、高さが2メートルで3000円からとなります。